ウドの塩漬けと塩抜きの方法。材料、ウド適量、塩ウドの 30%、 水1リットル、重曹 2g。 重さを測って塩の分量を計算します。保存袋に入る長さにカットします。水1リットルを沸かし、沸騰したら重曹を加えます。重曹が溶けたらうどを入れ、2、3分茹でます。茹で終わったら流水につけて、3時間から4時間ぐらいアク抜きをします。アク抜きが終わったら保存袋に入れます。30% の塩も保存袋に入れます。よく振って塩を全体に行き渡らせます。塩が行き渡ったら平らにならし、空気を抜いて冷蔵庫で一晩漬けます。翌日、ウドから水分が出て袋に隙間ができているので、もう一度ストローで空気を抜き、冷蔵庫で保存します。7ヶ月後です。カビも生えず、きれいに保存されています。塩抜きを始めます。流水で表面についている塩を洗い流します。ウドがしっかり隠れるくらいの水と一緒に加熱し、小さな気泡が立ち始める65度になったら火を止めます。冷水を少しずつ加えながら冷まし、そのまま流しながら一晩置けば、翌日には塩が抜けています。